にちはにゃでーす。ってことで、魔法石15個もらえる11月のクエストダンジョン、レベル15のシャナ編成紹介していこうと思います。私、いろんな動画で言ってるんですけど、チャンネル登録者全員を月クエ1から15まで全部勝たせるつもりで動画投稿しております。まあ、そんな中でね、一番みんなが詰まるのは、やっぱりレベル15かなと思っております。1から14に関してはね、まあ、特に11から14に関しては、かなり組みやすくて強い編成をもうすでに投稿してあるので、やる気があればもう終わってると思います。まだ見てない方ね、概要欄に載せとくんで、まあ、それ見たら絶対勝てると思います。はい。で、問題は15ですよね。まあ、15、やっぱりね、まあ、今回簡単めとは言ってもですね、やっぱ長いし難しいです。はい。なので今回ですね、みんなが組みやすいシャナ編成ってことで、今回、坂井裕二かけるシャナのレベル15編成を紹介していこうと思います。もしよかったらね、参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いします。特にね、高評価だけでも押してくれると嬉しいです。皆さんがパズドラ楽しくできるように、そしてね、みんなが組めなきゃ結局意味ないですから、みんなが組める編成、みんなが実際に使える編成をね、投稿しようと心がけておりますので、ぜひともね、高評価だけでもしてくれるとモチベーションになるし、嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。でね、ちなみになんですけど、今回ですね、クライブより坂井裕二の方が強いところもありますので、別にですね、クライブ持ってても今回ね、組む価値あります。別にね、クライブ持ってない方向けの編成ではないので、しっかりとね、編成見て組んでやってみてください。はい。でね、いつも通りなんですけど、編成組みながら編成解説、代用解説やっていこうと思います。はい。ゼロから組みながらね、やっていきます。で、まずですね、リーダーは坂井裕二ですね。リダチェン洗剤つけております。で、フレンド側はいつも通りのシャナですね。遅延4つ。で、HP 洗剤つけてます。はい。で、バッチも HP となっております。ということです。はい。さあ、ではね、サブ埋めていくんですけど、まずですね、当然、シャナはループなんで、シャナ1体サブに入ってきますと、はい、こちらでございます。ここにシャナが入ります。はい。遅延4つ。やっぱ HP プラスつけて、キラーもつけております。シャナですね。はい。で、続いてなんですけど、続いて、ダブル吸収枠でございます。ダブル吸収枠ですね。はい、こちらでございます。はい、今ね、交換所にも並んでいるキャラクターなんですけど、こちらでございますね。はい、ギルガメッシュクルー、こちらを採用しております。毒完全耐性持っていて、アジスト無効回復洗剤をつけています。L 字4つなんでね、L 字組むだけでアジスト無効を回復できます。強いですね。はい、こちらを採用しております。ダブル吸収枠です。はい、もうない方はね、エリカとかでも全然大丈夫ですよ。はい。で、続いて、無効貫通枠でございます。無効貫通枠ですね。今回使っているのが、レオンハルトでございます。はい、レオンハルトですね。これがね、強いんですよ。レオンハルト、半減スキル2ターン、40% 軽減スキル2ターン継続と2ターン無効貫通スキルを持っております。で、火力もね、高いんですよね。10C4 つ、10個でございます。7C10 個でございます。はい。かなり火力も高くて、で、しかも2ターン無効貫通スキル、2ターン半減スキル、まあ、40% 軽減スキルが強いって感じになっております。はい。まあね、クライブ採用するとですね、どうしてもレオンハルト入れられないので、無効貫通でね、役割被っちゃうんで、まあ、坂井裕二の強みはですね、レオンハルト多分に入れられるところでございます。はい。そして、今回ですね、1体珍しいキャラクター入れております。誰かというとですね、こちらでございます。レムーンをね、採用しております。これですね、何のキャラクターかというと、普通のフェスゲンのレムーの究極進化の形態ですね。はい、見慣れないんでハロウィンかなとか思った方いらっしゃると思うんですけど、これはただのですね、究極進化のレムーでございます。はい、こちらを採用しております。これね、回復枠でございますね。そしてですね、これ、スキルがね、進化スキルなんですけど、進化後のスキルが、指と回復力とエンハンスと自分の攻撃力を返しながら6回上します。で、使うのは指と回復力とエンハンスのところですね。今回ダンジョン指現象だったり、回復現象だったりね、あとデバフだったりを結構してきますので、自由に使っていいスキルとしてレムーを採用しております。そして回復枠でございますね。はい。で、坂井裕二ですね、回復枠大事なんですよ。はい。まあ、自身がね、回復努力を持ってませんので、他で回復努力を盛る必要があると。そこでこのレムーですよ。これがね、採用できるのが坂井裕二の強みでございます。はい。いつもはですね、消せない覚醒無効回復、プラス回復枠を使ってるんですけど、レムーがね、回復努力を持っていて、で、指とエンハンスと回復力返してくれるので、もうね、ぴったり坂井裕二と噛み合ってるんですね。はい。これが今回の編成の要ともなっているレムーでございます。もちろん一応代用は効きます。はい。ということで、続いてですね、武器つけていこうと思います。で、武器なんですけど、基本的に変身キャラクターにはね、火力上げる武器をつけるだけでございます。まず坂井裕二ですね、こちらには、セイナの武器つけていきましょう。スキブチイメージ P とキラーでございますね。あと、泥鏡も持っています。まあ、HP があれば OK ですね。火力も漏れたらいいなという感じでございます。代用はたくさんあります。そして、フレンド側ですね。はい、シャナの武器ですが、こちらもですね、よく使う、シャナに使う武器でございます。こちらでございます。はい。
グレオンですね。グレオンの武器です。本の方ですね。はい、こちらつけていきます。同じくスキブ、チーム HP2 つ、7C の武器となっております。はい。まあね、結構所持率高いかなと思いますね。はい。そして、はい、もう一個のシャラですね。こちらにも武器つけていきます。はい。ここにつけるのがですね、最近のキャラです。はい、こちらでございますね。セシルつけていきます。はい、セシルがですね、これ、チーム HP じゃないや、バインドと、お邪魔完全体制、7C にチーム HP ですね。で、バインド関係ないんで、お邪魔完全体制と 7C ということでつけております。まあ、体制プラス、チーム HP プラス、火力ということでつけておりますということですね。はい。で、続いてなんですけど、はい、ギルガメッシュクルですね。もうギルガメッシュクルね、大体つけるもの決まってます。はい、そうですね。アレキサンダー、もしくはハロウィンパイモンでございます。まあ、各色ドロキョプラス、チーム HP で採用しております。まあ、ハロウィンパイモンの方がいいですね。はい。で、続いてです。続いてはですね、これ、レオンハルトなんですけど、レオンハルトね、これ 7C10 個持ちなんですよ。で、かなり火力重要です。レオンハルトの火力がかなり重要なので、ここにつけるのがですね、こちらでございます。はい。ダブルゼータの武器ですね。これ、非属性追加で副属性を変えてくれて 7C2 つ持ってるんですよ。なので 7C12 個持ちです。かなり火力出してくれます。火力の要となっております。これもですね、クライブより強いポイントですね。クライブどうしてもですね、軽くね、レオハルトを入れられないので、はい、このレオハルトが入ってる編成が本当に強いです。はい。で、そして最後ですね。最後こちらレムーなんですけど、レムー表のスキル使うので、裏のスキルだけでございます。はい、覚醒採用ですね。こちらでございます。アイアンマンですね。アイアンマンは皆さん知っての通りね、覚醒スキブに、チーム HP に、雲の武器となっております。この覚醒の武器はね、たくさん代用ありますから、代用してください。はい。ということで、編成完成でございます。比較的組みやすい編成になってるのかなというふうに思います。それではですね、実際に月クエレベル15やっていこうと思います。見てください。どうぞ。ということでやっていこうと思います。坂井雄二かけるシャナでレベル15でございます。でね、いつもいない見慣れないキャラクターがサブに入ってると思うんですけど、一番左のサブこちら究極レムーでございます。普通の血源のレムーの究極進化の形態なんで、結構持ってる方いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい。ということでまず1回投なんですけど、ギルガメッシュクル打って、レムー打って、坂井雄二打って、でフレンドシャナ打って、であと1で突破なんですけど、落ち込むこんな感じで乗って、ね、火がねいっぱい落ちてくると倒しちゃいます。別に倒しちゃっても問題はありません。なるべくあと1で突破してください。はい。ということで続いて2回投ですね。こっから乱入が来ます。乱入来た場合は2パンしてください。ということで、はい、ここはねサブのシャナ打って遅延をかけます。でここはですね、あと1で突破しましょう。遅延食らってるんでね。はい、まあ、1回とはね落ち込んでもいいんですけど、ここはねなるべくしっかりと耐久してください。はい、落ち込んさえ来なければあと1コンボするだけでございます。はい。でですね、こっから重要なんですけど、レムー自由に打って OK です。レムーはですね、火のエンハンス、回復力減少、そして指減少をすべて返せますので、指減少を来たタイミングで自由に打ってください。結構ね、敵によってしてきたりしてこなかったりするんですけど、これね、レムーは自由に使っていい枠でございます。はい。ということで、シャナ打って突破いたしました。続いては3回走でございます。3回走ですね、ここ2パターン敵がいます。まずですね、エノク、こちら回復消せないしてきますので、坂井雄二打ってください。で、シャナ打って倒していきましょう。で、もう1個の敵ですね、お酒持ってる方の敵に関しては、そのまま倒しちゃって OK でございます。でね、無効貫通とか属性吸収とかしてきますので、必要であれば、レオンハルトの裏のダブルゼータ打ってください。はい。ということで、今回はエノクなんでね、はい、消せない回復をして、シャナ打って、これでワンパンしていきます。はい、OK ですね、突破です。ということで、続いては4階層でございます。4階層ですね、ここ、また2パターン敵がいます。まず、ペルセポでね、こちらダメージ吸収の敵でございます。レムー打って指減少を返して、ダブルゼータ打って倒していきましょう。ダブルゼータね、前の階層で打っていたら継続になります。そして、続いて、アテンの場合ですね、はい、ペルセポネじゃない敵、アテンなんですけど、その武器の場合はですね、ターン数たくさん巻きなので、今回ですね、あと1になるまで耐久した後に殴って突破してください。でね、アテンもですね、超根性行くと指減少してきますので、そのタイミングでレムーで指返してあげるといいかなと思います。はい。ということで、続いては5階層でございます。5階層ですね、超根性持ちでございます。はい。でね、超根性まで行くとダメージ吸収してきますので、そのタイミングでギルガメッシュクル打ってダメージ吸収対応して倒してください。はい。ということで、シャナ打って平積みで殴っていきましょう。はい。さあ、綺麗に組んでいきまーす。いいですね。はい。しっかりと組んで、これで殴って突破していきましょう。はい。今突破、超根性まで持っていきましょう。はい。いいですね。半分まで持っていきました。ここでダメージ吸収していきますので、ギルガメッシュクル打って、シャナ打って殴っていきましょう。はいと。さあ、ギルガメッシュクルからのシャナです。はいと。よし。
さあ、では殴っていきましょう。はい、さあ、四つ消しからの四つ消しですね。いいですね。これで殴って、で、突破していきましょう。はいと。よし。ってことで、突破です。はい。ということで、続いては、6階層でございます。6階層ですね。ここ、フレイ出た場合は、ワンパー。フレイヤは、酒井雄二撃って、突破でございます。はい。さあ、ということで、確定無効を飛んできますが、これはね、酒井雄二で返していきます。はい。さあ、では、シャナ撃って、殴っていきましょう。はい。さあ、火の、四つ消し。あ、四つ消し組む必要ないですね。火力、そんなにいらないんで。はい。さあ、火分割して、ね、L 字も組みながら、これでワンパンしていきましょう。はいはいはいと。よし。いいですね。これで突破でございます。はい。OK。ということで、続いては7階層でございます。7階層ですね。ここ、レオンハルト撃って倒してください。無効貫通階層でございます。今ね、レオンハルト溜まってない状態なので、待ちましょう。はい。でね、回復現象こちらレムーで返してます。レムーは自由に撃っていい枠でございますのでね、あのポンポン撃ってください。で、いろいろ返していきましょう。はい、ではですね、火の2セットと回復組んで、で、耐久していきましょう。レオンハルトが溜まるまで待ちでございます。はいと、さあ攻撃受けて、はいと。よし、またシャナ撃って火の2セット回復組んで待っていきましょう。はい、OK ですね。これで待ちです。よしと。さあ、で、次ぐらいにレオンハルト溜まるかな。はい。さあ、はい、溜まりましたね。さあ、ただですね、これ、ルーレットがあるんですね。なるべくルーレットは耐久してから突破したいです。なるべくギミックはね、対応したいですね。はい、魔法感突破してますね。はい。まあ、ということで、レオンハルト撃って、殴って突破していきましょう。はい、OK ですね。さあ、これでいいでしょう。はいと。よし。はい、OK、突破していきます。ということで、続いては8階層でございます。で、8階層なんですけど、次、レムーが撃てるタイミングで突破がおすすめです。でね、これ敵によっては指現象してくるので、レム撃ちます。なので、レム溜め直しになりますね。はい。で、トロール出た場合ですね、無効貫通の敵が出た場合は、レオハルト撃ってください。なので、今回の場合ですね、無効貫通の継続で倒せます。で、今回みたいに神縫えが出た場合はですね、火属性吸収なんですよね。はい。なので、ギルガメッシュクル撃って、で、レムーも溜め直しになるので、少しね、遅くなりますが、別にまあそこまで問題はありません。はい、シャナ撃ってね、火の2セット組んで、回復も組んで耐久していきましょう。はい。ということで、火2セット回復組んで待ちでございます。はい。OK ですね。よしと。いいですね。さあ、OK と。そろそろかな。おそらくその、この次ぐらいで多分レムーが溜まるので、レムーが次溜まるタイミングになったら突破して OK でございます。はい、シャナを撃ちまして、はい、ギルガメシクルやっぱ撃ちましたね。はい、それではね、殴って突破していきましょう。はい、火2セット回復四つ消しを組んで殴っていきます。はい、OK ですね。よし。これでレムー溜まって、レムーが溜まった状態で次の階層に行けます。はい、OK、突破でございます。ということで続いては9階層でございます。境界灯なんですけど、ここ、通パンですね。はい。普通に殴って通パンしていきましょう。で、指現象はレムーで返していきましょう。はいと。さあ、では、はい、盾を張られて、で、シャナを撃って、レムーを撃って殴っていきます。はい、OK ですね。では、行きましょう。さあ、はいはいはい。火組んで、回復組んで、火組んで、回復組んでを繰り返していきます。はい、OK ですね。これで殴って突破していきましょう。はいはいはい。よし。いいですね。削っていきまーす。はい。でね、火力耐久足りないので、ここは2パンになりますと。はい、攻撃を受けて、で、またシャナを撃って殴っていきましょう。シャナ。はい、平積みです。はい、さあさあさあ。はい、回復組んで、火組んで、回復組んで、火組んで、これで殴っていきましょう。はいはいはい。よし。はい、OK ですね。これで突破していきましょう。ということで、続いてでございます。続いては10階層ですね。10階層はここ、超根性行ったらですね、まあ、ダメージ無効は耐久してください。はい。ダメージ無効貫通してくるんでね、それは耐久してください。3ターンです。はい。さあ、ではね、シャナ打って、火2セットと回復組んで待っていきましょう。はいと。よし。まずは超根性まで削っていきます。はい、いいですね。火3セット、火薬2セット組めております。ルレットパズルはね、頑張ってください。はい、削っていきましょう。いい、よしと。で、ここでね、敵が無効貫通3ターンしますので、これ耐久します。はい、レオハルトは撃たないんでね、耐久です。はい。よし。さあ。では、火2セット組んでね、待っていきましょう。はい。さあ、回復の時にシャナ打つと、ルレット以外に火と回復が作れます。それでは回復を継ぎして、
に2セット組んで、はい、OK ですね。回復を追試に2個踏めたんで組んでおきました。はい、OK ですね。ということで、これで待ちますと。はい、落ち込むのっていいですね。はい、待ちです。あと2ターン耐久ですね。はい、攻撃を受けます。光の花火。でね、これ上下変換もしてきます。はい、火作ってくれるんでありがたいですね。はい、また回復の時にシャナを打ちます。これでルーレット以外のところにドロップを作って、回復を次し、火2セット組んで耐久していきます。はい、と。いいですね。これで待っていきましょう。よしと。さあ、ではまた攻撃を受けます。光の花火。はい、攻撃を受けていきましょう。で、水と木ですね。さあ、回復の時にシャナを打ちます。はい。さあ、ではですね、また火と回復2セット組んで、違う、まあ、火2セットと回復4つ消し組んで待っていきましょう。はい、OK です。さあ、これでね、無効貫通終わりますので、突破していきましょう。はい、と、攻撃を受ける。ダメージを受ける。はい。さあ、変換を受けて、シャナ打って、殴って、トップしていきましょう。はい、ルーレットもありませんので、はい、パズルも楽ですね。回復は四つ消し組むのがおすすめでございます。はい。さあ、火組んで、回復四つ消し組んで、火分割ですね。はい、OK。これで殴って、突破していきましょう。はいはい、落ち込んのっていいですね。はい、OK です。突破していきます。ということで、続いては11階層でございます。11階層ね、ここ、レムーとレオンハルト、撃って殴っていきましょう。はいと、さあ、向こう貼られました。で、指銀賞と。さあ、で、指銀賞はね、レムー撃って返せます。はい。レムー撃って、で、はい、レオンハルト撃って、シャナ撃って殴っていきましょう。さあ、行きます。はい、回復組んで、火組んで、回復組んで、火組んで。いいですね。しっかりと組んで殴っていきましょう。はい。よしよし。はい。OK ですね。よし。ということで、倒しました。さあ、続いてはですね、12階層でございます。12階層ですね、ここ、レオンハルトの無効貫通スキル継続で倒すんですが、今回乱入が来ております。そういえば乱入来てなかったですね。はい。乱入出た場合は、ただ通パンすれば OK でございます。必要 HP ギリギリなので、しっかりとですね、回復して突破してください。ただし今回はですね、レオンハルトの軽減スキルがたまたまちょうど残っているので、そこまでダメージでかく見えないと思います。本来ですね、これ、HP ギリギリなので気をつけてください。はいと。さあ、ガブガブされます。ギャウギャウした。はい。さあ、シャナ、打って殴っていきましょう。必要 HP ね、何度も言いますが、これね、乱入のところで必要 HP 作ってるので、しっかり回復してね、殴ってください。今はレオンハルトの 40% 軽減が効いただけです。はい。ということで、これで突破していきましょう。はい、OK ですね。ということで、続いては13階層でございます。13階層ですね、ここをレムーン打って、通パンしてください。回復現象等されますが、レムーンで全部返せます。はい。さあ、ヒレウスが良いと。はい、回復現象ですね。回復力ゼロになってますが、レムーの回復力で変えてます。で、キャナを撃って殴っていきましょう。で、ここはワンパン無理なんで、ツーパンしていきます。はいと。よし。いいですね。で、敵ね、これ削ったらですね、虚無ってきますが、虚無もね、レムーがこれ、エンハンス、回復力エンハンスしてくれてるので、この虚無をね、してくれるので、問題ありません。はい。さあ、虚無ってきます。はいと。さあ、ではですね、シャナ撃って殴っていきましょう。はい、虚無ってきませんでしたね。すいません。はい。誤報でした。はい。では、殴っていきましょう。はい。さあ、火2セット、L 字組みながら殴っていきます。はいと、12コンボで落ちコンボ乗って、これで突破していきましょう。はい、OK、突破です。ということで、続いては14階層でございます。14階層ですね、シバドラ出た場合は 75% 盾があと1でレムー撃って、レオンハルト撃って全力で削ってください。で、その後ですね、高井雄二、まあ、歌はね、ギルガメッシュクル、撃って、で、全力で殴って突破してください。はい、結構ね、シバドラきついです。頑張りましょうね。はい、で、オデドラ出た場合は、酒井雄二撃って3から4番です。当たりはね、完全に、オデドラでございます。はい、ということで殴っていきましょう。はい。よしと。で、はい、シャナ撃って、とりあえずですね、縦 4ターンですね、まあ、5ターンですね、あるので、これ、耐久してください。はい。よしと。いいですね。これで待っていきましょう。はい、落ち込む乗って待ちです。はいと。よし、赤シャ。おい。さあ、で、シャナ撃って、また殴っていきます。ひたすらね、75バーテンの時は耐久してください。はいはいはい。さあ、いいですね。よしと。さあ、四つ消ししながら待っていきます。はい。よしと。さあ、あと2ですね。フィナーか。シャナ撃って、また火2セット回復四つ消し組んで待っていきましょう。はい。さ
四つ消し、四つ消し、火にセットといいですね。これで殴って待っていきましょう。はいと。よし。さあ、で、派手があと1になりましたらですね、レム打ってエンハンス回避して、レオンハルト打って殴っていきましょう。はい、シャナ打って、レム打って、レオンハルト無効貫通スキルでこれで殴っていきます。さあ、行きましょう。はい、火組んで、火組んで、火組んでいいですね。で、回復はね、分割してあげてください。はい、で、L 字も組んでおります。はい、OK ですね。さあ、これで殴っていきましょう。はいはいはい。さあ、まあ、75% 盾なんでね、全然削れはしないんですが、この微削りが大事でございます。はい、微削りして、さあ、これでね、盾剥がれましたので、ギルガメッシュクルド必殺生からのシャナ打って、さらに火作って、で、さらにですね、高い有事でエンハンスをかけて殴っていきましょう。はい、もう全力です。はい。いいですね。さあ、ということで、はい、火3セット、4セットですかね、組んでおります。L 字も組んでおります。全力で削っていきましょう。はい、OK です。よし、ってことで突破でございます。さあ、続いては15回答でございますね。15回答ね、次、酒井雄二が打てるタイミングで突破してください。指現象はね、ネム打って返せます。で、3から4番となっております。はい。さあ、でね、まあ、酒井雄二もちょうどそれぐらいで溜まるので、まあ、ちょうどいいぐらいに突破ですね。はい、では指現象中なんでね、しっかりと火2セット組めればもういいです。そこまでね、がっつり組まなくても大丈夫です。はい。ということで殴っていきましょう。はいはいはいと。よし。さあ、削っていきます。いい削りですね。さあ、ただちょっと削りが早すぎます。はい。さあ、無効貫通なんでちょうどいいですね。火2セット回復四つ消しで今度は耐久しましょう。はい、指現象はレム返せました。さあ、ってことで、はい、回復四つ消しと火2セット組んでね、回復しながら耐久します。はいと。よし。いいですね。これで待っていきましょう。はいと。よし。さあ、引きずりしながら待っていきます。よしと。さあ、で、コンボ現象ですね。で、攻撃受けていきます。はい。さあ、ではですね、またシャナ打って殴っていきましょう。はい、OK ですね。しっかりと平積みして。はい、OK でございます。これで待っていきましょう。よしよしよし。はいと。よし。さあ、突破しましたね。これで酒井雄二が溜まってる状態で突破できました。さあ、ではボスでございます。ボスね、消せないしてくるので、まず酒井雄二撃ってください。で、2パンですね。で、2パンで超根性までいけます。4パンでございます。で、超根性5ですね。レムーと火の L 字でアシスト無効を回復しながら戦ってください。はい。みんなを守りたい。ということで、シャナ撃って酒井雄二撃って消せない回復、平積みして殴っていきましょう。はい、いいですね。よし、これで殴ります。よし、回復はね、温存気味で行きましょう。よしと。さあ、で、削りこんな感じでございます。はい。まあ、一発でね、25% 以上削れてるので、2発で超根性。なので、全部で4発でございます。はい。では、またシャナ撃って殴っていきましょう。はいと。さあ、パンツァーも撃っております。超根性行くときはね、しっかりとレオンハルト撃って、軽減スキルを撃って、半分に行ってください。はいと。よし。さあ、では殴っていきましょう。はい、OK です。半分に行きました。で、敵の半分行動も、レオンハルトの半減スキル、まあ 40% 軽減スキルで受けれます。はい、受けてと。よし。ではですね、次です。強根性5はですね、ここレム打ってください。そしてですね、L 字組んでアシスト無効を回復しながら殴っていきましょう。はい。さあ、L 字でアシスト無効回復ですね。OK です。さあ、P3 セット回復 L 字組みながら殴っていきましょう。はいと。よし。いいですね。これで殴ります。いい、よしと。さあ、で、攻撃受けましょう。はいと。よし。さあ、では、シャナ撃って突破していきましょう。はい、行きます。火組んで、回復四つ消し組んで、火組んで、回復四つ消し組んで、はい、OK でございます。さあ、これで殴って突破なんですけど、ちょっとね、水属性になってるので、ちょっと火力足りない可能性あります。はい、今回足りませんでしたね。他の属性だったらワンパンできたんですけど、ちょっと無理でしたね。はい。ということで、もう一回殴って突破しましょう。こいつね、別に発狂ないので安心してください。このまま殴っていきましょう。はい。さあ、回復、四つ消し、引くんで、回復、四つ消し、引くんで、はい。今度こそ突破していきましょう。L 字も組んでおります。はい。ということで、今度こそこれで倒して、おしまいでございます。ってことで、よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いいたします。立ち回り、こんな感じになっております。はい。続いて、代用解説、やっていこうと思います。いつも通りに代用の前に編成紹介すると、酒井雄二にセイナ、究極レムーにアイアンマン、
レオンハルトにダブルゼータ、ギルガメッシュクルにハロウィンパイモン、シャナにセシル、シャナにグレオンです。継承全部スケルベ1で OK で、HP プラプラが1個、回復プラプラが2つ、で、HP プラスが3つついてます。必要 HP は 495,475、必要スキブ20で、バッチは HP、リダフレ逆は OK です。火力と遅延に注意してください。で、武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が9個、お邪魔と帯と角色泥鏡と火属性追加が役割です。スイナはスキブとチーム HP とヒドロ鏡とドラゴンキラーが役割で、スキブ HP 火力注意してスキブプラスチーム HP で OK です。こんにちはキティとか、グレオン、ミオン、学園バレリア、正月ルティナ、クリスマスタマドラとかで OK です。続いてアイアンマンですね。こちらスキブとチーム HP と雲が役割です。スキブ HP 雲に注意してスキブプラスチーム HP で OK で、ファガンとかヒメノワ、メビウス、イダ、アマージュ、フローディア、プレイナ、シャナとかで OK です。続いてダブルゼータですね。こちら 7C と火属性追加とダブル吸収と無効貫通が役割です。火力注意して火力盛りで OK で、リンデルとかクリスマス椿、シン・ウルトラマン、ニム、カラット&シュルク&カメオ、アルトリウスとかで OK です。続いてハロウィンパイモンです。こちらチーム HP と角色泥鏡が役割で、HP 弱化注意してチーム HP で OK で、アレキサンダーとかハロウィンソニアグラン、リョーマ、イダ、シャドウムーン、闇水着ミナカ、武田、カイドウとかで OK です。続いてティシルですね。こちらチーム HP とお邪魔と 7C が役割です。HP お邪魔に注意して、チーム HP プラス火力盛りで OK ですね。同じくグレオン、こちらスキブチーム HP、ヒドロ鏡火力盛り 7C でございます。スキブ HP 火力注意して、チーム HP プラス火力盛りで OK で、ミオンとか学園バレリア、正月ルティナ、クリスマスカコートン、ハロウィン恐竜、セイナ、こんにちはキティとかで OK でございます。続いて本体代用のための役割ですね。まず究極レム、こちらスキム2で回復枠でヘイストと指回復と非エンハンスが役割ですね。スキム回復力、攻撃減少と回復力減少と指減少に注意して回復枠で OK でございます。ヒバグルキリーとかエンジェル、嫁ゴーザンゼ、嫁パール、非雨の港主とかで OK です。続いてレオンハルトですね。こちらスキブ4で火力枠で軽減と無効貫通スキルが役割です。スキブ火力ボス 50% 行動に注意して無効貫通で OK で、アシスト無効状態で必要 HP が 327,889 でございます。クライブとか究極デッカー、エキドナ、エルフリーデ、サナダとかで OK ですね。続いてギルガメッシュクルです。こちらスキム2で毒で L 字で火力枠で2ヘイストとダブル吸収と非生成が役割です。これ交換所キャラですね。スキム毒 L 字火力注意してダブル吸収で OK で、千葉エリカとか非究極ドーナ、エキドナ、リュウ&ケン、スティルフポチャコとかで OK でございます。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。